こんにちは、と、まってっす。さこがないですけど、今日できれば第13号機ということで、まあ、分かってはいたけども、難しいわ。もうあれかな、封印マックス、プラス、ガチャのトリプルゼータシンジ君持ってないと、もうきついと。もうほぼほぼ無理と言っていいかな。はい。おはじき10回倒すプラスガチャでシンジ君当てるね。もうそのダブルをしないと、もう実質無理と言っていいかなと思います。やっていきまーす。まずあれかな。シンジ君、まあ技マックスとかじゃなくても、確実に勝つ方法かな。確実に勝つやり方。いきましょう。ディディン。封印マックスだと HP76 万ね。76万。あ、で、あれなんよ。これ、アッカンのベーグルなんよね。アッカンベーグルね。1日3つしか買えないやつね。だから、あれなんよね。普通にだるいよねっていうやつ。普通にだるいねっていうやつでーす。はい、やっていきまーす。これもフィーバー入るけどね。フィーバー入るやり方ね。入るやり方。まあ、確実に勝つだからね。もうこれでいいかな。パンチして、シンジ君 G、あ、G じゃなかった。はい、オッケー。落とし前をつけたい。で、まあ、これでダメージ足りればいいけど、まあ、足りなくても、にゃ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 ーで、いけるよねっていう。これでも100万ぐらい超えるから、まあ、確実に勝てるよっていう。やつでーす、オッケー。まあ、俺は最初これで仲間にしたかな。貴重な圧巻ベーグル。はい。まあ、確実に勝つ方法はこんな感じかなと思います。あとは、だからそんなにあれだよね。勝てるパターンがないよね。結局、シンジ君は絶対いるから、そんなパターンないのだが、まあ、あれかな。もう、技とかマックスにしたよ、とかね。ミッションで限界突破も上げたよ、とか。シンジ君育てた系の人は、まあ、これでいいかな。もうちょっと早く倒せるかな。世界最速かな。世界最速でもいけるかな。まあもうこのぐらいしかないで、パターン。そんなにいろんなパターンで勝てないから。もうこれはフィーバー入んなくていいかな。もうシンジ君育てちゃったらもうフィーバー入んなくていいかな。でも G までやっちゃえばいいから。あ、あれでスキル2はまだ解放してないよ、これ。これはまだスキル2解放してないけど。多分落とし前つけれると思うんだよね。はい、オッケー。まあこれ楽だ。まあこれはめっちゃ楽でーす。オッケーみたいな感じかな。はい。そんな感じで、もうパッて終わってしまったけど、ちょっとスキル2とか解放しまーす。警報。お助けパワーなんだね。ちょっと待ってね。お助けパワーで、ログインボーナスくんゲットして、昨日あれなんよ。槍がね、ガチャで。大量に当たったから、まあ、ちょっとせっかくだから限界突破マックスにしとこうかな。これとこれでオッケー。あ、1本余るね、槍。これで多分限界突破マックスだから、槍余ったまである。これでマックスかな。パパパパパン。はい、オッケー。よしこれで限界突破もマックスになって、あとスキル2を解放してなかったから、このエヴァなんちゃらチップで、おお、これ間違いそうだな。こっちじゃないよ。こっちだね。はい、こっちで、自身のデカップ2を消すと敵をサボらせる。おげー。おげー。で、このスキル上げてないけど、スキル1でも生きるよね、多分。スキル1でもなんか、クリティカルとか見れるよね。6サイズ以上の自身のプニ。あ、25% か。スキル1だと 25% か。まあ、やってみるか。はい、ちょっと、どのぐらい、サボらせたらどのぐらいダメージ出るか試してみまーす。第13号機、グッ。でも、反撃来ると、一旦サボり消えるよね。どうすればいいんだこれ、どうすればいいんだ。ちょっとややこしいな。とりあえず、シンジ君、ちょっと、貯めといて、こうでいいのか。こうでいいのか。で、パンチして、シンジ君技溜まる。で、これデカップにサボれ。はぁ、はぁ、はぁ、サボれ、来た。
落とし前をつけたい。サボった、サボった、サボった、サボった。これでどんぐらいいく？どんぐらいクリティカルで94万。さっき80万ぐらいだっけ、ね、だから、まあまあ。なんで 1.2倍とかだったかな、確か。1.2 倍とかっていう話を聞いたから。そんなめちゃめちゃ上がるわけではないけど。まあ、サボってる状態だと、スキルに解放してるとね、まあ、ダメージ上がるという感じかな。はい。そんな感じかな、もう。もうここのステージは最初に言ったけど、封印マックスプラスシンジ君使わないと勝てないからね。はい、13号機はこんな感じかなと思いまーす。はい、ってことで、13号機使っていきましょう。ワイポイントアップ。で、さっき言ったけどね、圧巻のベーグルだからね。技レベルは、ひでしょ使ったわ。いや、もうこれはしょうがないでしょ。これはしょうがないでしょ。はい、必殺技ゴー、うなり声で、必殺技は全ゲッシュ&デカップ2の技ゲージ貯めるやつね、よくあるやつで、スキルが2個あってつなげたらサイズアップと技ゲージ溜まった状態でスタートね。はい、この2つあるから、まあ普通に強いなっていう感じかな。はい、不気味パでいこうかな。全部不気味。だから最強不気味パには間違いなく入るね。間違いなく入る。いきましょう。ゴー。あ、多分あれだと思うんだよね。技ゲージ貯めるっていうので使えるんだけど、その、つなげるとサイズアップするから、もう一回13号機の技貯まるっていう。何言ってんの？意味わかんねえよ。意味わかんねえ。あの、なんていうの？ 2 回打てる。2回とか3回とか普通に必殺技打てるかなっていう感じかな。ちょっとやった方がいいな、これ。今の説明ないわ。今の説明なしで。これ大体溜まった。大体でいいよ。OK! 大体でいいよ。で、これで、まあ、大量消しして、まあ、不気味強いな。不気味強いまである。で、サクサクにしてあげる。打って、これでかくに打ってくる。サクちゃんの。OK! 交渉解読だもん。で、これで、まあ普通に、技ダメね。技これで溜まるんだけど、まあこれでも普通に助かる。で、さらにサイズアップだから、まあエレンとか入ってると、こうやって、ほら、でっかくなるから、ちょっとスキル1だからあれだけど、スキル1だからあれだけど。で、これですぐでっかくなるから、技ダメでもう一回溜めれるっていうね。もう一回これ溜まるっていうので、強いっていう感じかな。はい。まあ、そこが一番強いとこかな。OK でーす。100万いった ?100 万いったかな。はい。まあ、ちょっと最後適当になったけど。こんな感じかな。はい、OK でーす。不気味パ強し。強くなってきたね、不気味も。OK! みたいな感じかな。はい。まあ、ただ、入手するのが、ちょっとね、かなり難しいから、そこが何とも言えないけど。まあ、そんな感じかな。はい。ってな感じで、割と鬼畜なイベントだが、まあ仲間にしたら強いから、はい、エヴァ好きとか、絶対ゲットしたいっていう人は、まあ頑張ってか、損はないかな、という感じです。はい、ということで、本日は以上になります。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。明日も動画上げていきます。明日の動画でまたお会いしましょう。じゃあ。